ハン・エ恵センは江戸時代に久保田藩で活躍した宗教家、教育者。ハンニャインエ仁センは久保田藩綴子村の峰関院員という古い社家の次男として生まれた。寺は神宮寺と改称され、兄の十四代列公が継ぐことになる。現在この神社は綴子神社となっている。恵センは十三歳で修験道に入門、十四歳で生涯飲酒。 肉食、上報を立つことを決意する。20歳前半では、主験道や儒教に加えて、特に総当州の修行に、積極的に参加した。1740年に、主験道の総本山である、大峰山寺に峰入りする。下山後、京都で、松岡ジョアンの元論語、駅、人大観区欠、大払い言葉を学ぶ。帰国後、聖火を出て、近くに世を結び、 金剛案と名付けて、独居生活を始める。1746年に出国、山形の東山派主元寺院を閉山、翌年山形から合図を経て、江戸に上り帰京した。1747年以降、北秋各地で、各種法営を開催し、修行の成果を仲間に伝授した。新言衆安城寺流儀礼による、不動法の修行や七座山天神宮における、 炎能図1 0 5 0年期の開催などを実施する。1751年には、三度目の出国をする。九州部前の霊場彦山に登り、彦山下山後は、京都から伊勢、江戸を巡り帰国する。1764年には、七座神社で近辺の宗教家を集め7日間にわたって、祈祷法令を行った。そこで、七座山天神演技を記す。 これは七座山を天神七代が鎮座する聖地と解釈し、また、日本初期に記述される、安倍平府が至った地の肉入れ籠を綴り子と解釈し、安倍平府は七座神社を創設したとした。英英線はこれにより、七座神社を伊勢神宮に匹敵する聖地であるとした。また、永遠線は、この祈祷法令を年中行事としたほか、北秋田各地の宗教家を集め、主言道、 儒学、浸透学の講義を行っている。さらに、農民のための雨乞い技等を実施し、害虫の最新駆除法である注意法を農民に伝授した。永戦は60歳以降は著作活動に専念した。発願記念読という辞典のほか主言道中八家系、策略書、神名学的、肉食近畿弁、仏も苦弱妙行行定本などの宗教書、 多数の神社縁起、随筆集などを表し、1782年に70歳。わざわざ島から訪ねてきて、中央での宗教活動を進める人もいたが、永遠は地方での活動に意義。松岡ジョアンは立花神道の門弟であるが、神道だけではなく、国学や医学、本草学でも名を成した人物であった。このような人の門下になったことは、半夜院。 英雄船の楽風に影響を及ぼしている。内立文庫に広範囲な蔵書が94種、100巻もの著述が残され、600巻余りの写本が残されているのは、これが原因だと考えられている。仏も苦弱明王行皇帝本の三千部は、英雄船の死後、1793年に京都で刊行された。菅江雅美は千八百七年にこの地方を通り、半日院、 英閃のことを日記、小柄の滝に記録している。綴子神社内にある仏も苦弱明王行行坑定本。出版記念日右にある建物が、内立文庫跡綴子には、英閃の先祖である、十一代爪閣院佐明が、庶民教育のために、慶安年間に創設した私塾の内立塾があった。内立塾は、秋田で最も古い塾と言われている。 英雄戦の兄の神宮寺列校は、内立塾を拡充して、久保田藩の皇居を得ている。英江戦は、宮の院県と共に、この塾で、秋田県北部各地から来た塾生の指導に当たった。この市塾には、神道、修験道、儒学、仏教、国文、国学、天文、歴学、医学など広範囲にわたる蔵書が残されており、英雄戦の文書も多数残されている。 その後この市塾は明治時代に綴子り小学校が作られるまで続いた。現在この地には内立文庫が残されている。内藤コナンは1884年綴づりこ小学校に赴任した際、内立塾にあった古文書を研究している。ありがとうございます。